はい、皆さんこんにちは、カタリリウムのカタリです。428封鎖された渋谷で続きやっていきたいと思います。いよいよ大詰めになりつつあるところですけども、カノさんが To Be Connected で、このジャンプを外すのがね、ここですね。これが、アチさんから来ないといけないということなんで、アチさんの途中のやつを進めていきたいと思います。あとは全員エンドか何らかの形になってますね。ちょっとダブるのかなと思うんだけど、19時10分やってみたいと思います。レジさん、アチは大声でカノを呼んだ。カノもこちらに気づいたようだ。刑事さん、そいつはアルファルドの替え玉だ。替え玉？カノは驚いた顔をした。ジャックからの連絡は何だ？本物のアルファルドは替え玉と瞳を爆弾で一緒に始末するつもりだ。あ、違った。ジャックからの連絡なんだですね。慌ててカノーが偽のアルファルドを問いただす。瞳と一緒に始末するつもりだったのなら、それなりに威力のある爆弾のはずだ。つまり、それほど小型の爆弾とは思えない。爆弾が隠せそうなところ。アチはぐるっと周りを見渡したが、どこにもそんな場所はなさそうだった。その時、替え玉の男が投げ捨てたアタッシュケースが目に留まった。もしや、そう思ったと同時に加納の声が聞こえた。アチ君、ケースを調べてくれ。急いで。まあ、前回ですね、アチさんがこれを抱え込んでね、というシーンでしたよね。アチはアタッシュケースを開けて中身を調べた。入っていたのは注射器のような医療器具だけだった。これはあれですかね、瞳から血液を取るためのものなんですかね。パッと見る限り、アタッシュケースの中に爆弾らしきものはない。しかしこれ以外に爆弾を隠せそうなところは思いつかない。そう。こうなったら、揺する、裏返す、叩き割る。アチさんの、10分ぐらい。これはどこでもいいのかな？多分。ここでもし爆発しちゃうようだと、他のところ、加納さんとこで間違えてるみたいですけどね。まあ裏返してみますか。確かなんか裏めくったところに爆弾あったような気がするんですけどね。裏返す。アチはアタッシュケースを高々と持ち上げてひっくり返した。あ、裏返しってそういうことか。小さな金属音がした。アチは慌ててアタッシュケースを抱え込んだ。確かに中で何か音がした。もう一度アタッシュケースを開いてみた。やはり中には何も入っていない。ゆっくりとアタッシュケースを左右に傾けてみる。中は空なのに金属が擦れるような音がする。まさか。アチは思い切って中敷きを剥がしてみた。中を見るなり思わず目を見開いた。アタッシュケースの内側に白い粘土のようなものが薄く伸ばして貼られている。まあ、この粘土の中に火薬が含まれてるって話をね、前したような気がするんですけど、さらに粘土には数本のコードがつながれていた。これだ。爆弾はアタッシュケースの中に仕掛けてあったのだ。あった。これだ。アチは大声でカノンを呼んだ。アタッシュケースの中を見るなり、そばにいたフリーランドの顔色が変わった。
そんなアルファルド、どうして？リーランドの声は震えていた。クククク、クククク、ってこれどういうふうに言うんですかね、声優さんとか。急にリーランドは引きずったように笑い出した。信じるということは人を盲目にする。こんな他愛もない仕掛けを私が見過ごしてしまったなんて。自傷気味な笑みを浮かべると小声でぽつりとつぶやいた。早く俺を連れてここから離れろ。リーランドはちらりとカノーの顔を見た。そいつは C4、 軍事用の高性能なプラスチック爆弾だ。その大きさでもこの辺り一面吹っ飛ぶぞ。辺り一面吹っ飛ぶ。アチの脳裏に渋谷の街が廃墟になった光景が浮かんだ。カノーが慌ててさらにアタッシュケースの中を調べる。マイク、独り言のようにつぶやいた。刑事さんよ、それでこいつは爆発するのかしないのか。アチは動揺を抑えきれなかった。これだけそばで喋っていて爆発しないということは、おそらく何かしら決まった音で起爆する仕組みになっているんだろう。決まった音？その言葉を聞いてジャックからの電話の意味がようやくわかった。そうか、瞳の携帯の着信音だ。それでジャックは俺に携帯を切らせたんだ。それじゃ大丈夫なんですね。もう爆発はしないんですね。瞳の問いかけに可能は答えず、念入りにアタッシュケースを調べ始めた。爆弾の装置らしいものやコードへ慎重に手を伸ばす。見ているだけで汗が噴き出した。突然猛獣にでも出くわしたかのように可能の動きが止まった。音だけじゃない。カノーの声が上ずっていた。次元装置も仕掛けられている。プラスチック爆弾の下に小さなタイマーがあった。アチの全身から血の気が引いた。ゼゼさん、処理班まだですか？カノーが警察と連絡を取っている間に、アチはアタッシュケースを手にして覗いてみた。デジタル式のタイマーが規則的に時間を刻んでいた。アチは周囲を見渡した。交差点の周りにはたくさんの人がいた。瞳がいた。進むがいた。昔のダチも、全然関係のない人たちも、みんな血液なんだとアチは思った。町という体を流れる血液なんだ。大好きな町を元気にしてくれる生きた血なんだ。そして俺はそんな町の赤血球だか白血球だかになりたい。アチ君、そいつをそこに置いて逃げろ。カノーが叫んだ。ダメだ。アチはアタッシュケースを抱えて座り込んだ。何してるんだ。みんなが避難するまでは俺が、誰かがついてなきゃなんねえだろ。刑事さんは早くみんなを避難させてくれ。避難ができたら俺も行くよ。そんなわけにいくか。あんたはみんなを助けなきゃダメだろうが。アチに怒鳴られてカノーは下唇を噛んだ。アチさんやめて。瞳が背中にすがりついてきた。瞳、お前も逃げろ。どうしてこんなことまでしなきゃならないの。
涙ぐんで体を震わせていた。いいから早く離れてくれ。嫌だ、絶対に離れない。一度言い出したら聞かないことは今日一日共に過ごしてみてよく分かっていた。そんな頑固さもアチの目には魅力的に映っていた。瞳、アチは瞳の手を強く握った。頼むよ、一生のお願いだ。静かにそうつぶやいた。わかりました、それじゃあ一つだけ言わせて。私もっとアチさんと話をしてみたい。もっとアチさんのことを知りたい。だからお願い、死なないで。心配いらねえって、みんなが離れてくれたらすぐに俺も避難するって。静かに瞳がアチから離れた。進む、 KOK の連中でこの辺の人たち避難させてくれ。はい、唇を噛みしめながら進むは答えた。ほんの一瞬アチとカノーは視線を交わした。アチは小さくうなずくとタイマーに目を落とした。おお、あと1分ちょっとしかないじゃない。離れろ、俺から離れろ。爆弾だ。アタッシュケースを抱えて大声で叫んだ。少しでも自分からみんなが遠ざかるように死ぬ気で声を張り上げた。みんな逃げろ、とにかく逃げるんだ。カノーも必死なアチの表情を見て周辺の人たちを誘導することにした。みんな爆弾だ、ここから離れろ。早く離れてくれ。お願い、みんな逃げて。瞳たちが懸命に叫ぶが、周りの人たちにその声は届いていないようだった。もう時間がないと判断したのか、カノーがアチに向かって叫んだ。アチ君もういい、爆弾置いてこっちへ。間に合わねえ。アチさんこっちに来て。カノー、進む、瞳がアチに向かって叫ぶ。店のアルファルドはこの爆弾をかなり危険なもののように話していた。もしかしたら交差点が丸ごと吹っ飛ぶくらいの威力はあるかもしれない。渋谷のスクランブル交差点って結構大きいですからね。この写真からも分かるようにかなり大きいので、ここ全体が吹っ飛ぶとなると結構な被害があるかもしれないですね。周囲にはまだたくさんの人がいる。残り数十秒で避難するのは無理だろう。だったらせめて爆弾の威力を弱めよう。アチはさらに深く爆弾を抱え込んだ。何やってる、早くこっちへ来るんだ。カノーが絶叫した。あ、ここかな、カノーさんに飛ぶのはね。まあ、このまま進めてきます。この爆弾がどれだけ威力があるかわかんねえけど、神様頼ます。なんとか俺の体で渋谷の街を、みんなを、瞳を守りたいんだ。アチはきつく目を閉じた。ごめんな、スズネ。もう見舞いに行けそうもねえや。でも許してくれるよな。俺、お前の言う通りに最後まで頑張ったぜ。途中で投げ出したりしなかったぜ。だからさ、お前も絶対に病気に負けんなよ。絶対に負けんなよ。心の中で祈るようにつぶやいた。もう残り時間は数秒だろう。アチさん、瞳の声が聞こえた。この世の最後に耳にしたのが彼女の声でよかった。そう思った瞬間だった。
はどうなっちゃうんでしょうね。爆発しちゃうのかな。あーそっかそっかそっか、なんだっけ、ドライアイスを持ってきたんでしたっけ。それでトゥービーコネクトになったんですよね。あちくん爆弾をここに。ん、この声は。目を開くと加納が変なでかい機械を押してきた。滑稽な姿ですよね。機械のカバーを開けると中には大量のドライアイスが入っている。急速に冷やせば時計は止まる。アチは言われぬままにドライアイスの中にアタッシュケースを突っ込んだ。さらに2人で上からドライアイスをかける。どうだ。加納が祈るような顔で叫んだ。ドライアイスの隙間からタイマーが見える。ダメか。アチと加納は息を呑んだ。あ、これもトゥービーコネクテッドになりました。あ、ここで、あー最終章。これどっちかから飛べば最終章に行くってことかな。父と娘。もう全部がつながる感じですね。じゃあ加納さんからジャックの方にとりあえず飛ばしてみようかな。続く加納。単にこっちへ飛ぶってだけかな、これ。これは単に飛ぶだけみたいですね。何飛ぶだけみたいなので続くっていうのをやってみたいと思うんですけど、あ、何もできない。あ、こっちは動いた。これで良かったのかな。きつく握り締められた高価な拳によってぼんやりとした意識が呼び覚まされた。この手、誰？お父さん？マリアはゆっくりと瞳を開いた。マリア、もう大丈夫だ。傍らで大沢が手を握っていた。細くて骨っぽい。これ、なんていうんですかね、こうでいいのかな、ぬくもりが伝わってくる。お父さん。マリアはソファーに寝かされていた。事態が飲み込めないようで、首だけを動かして周囲を見渡す。部屋の中にはモニターがいくつも並んでいた。ここは？お父さんの研究所だ。お前はあるウイルスに感染していたんだ。だけど抗ウイルス剤を投与したから何も心配することはない。大沢が
思いの丈を込めるように、さらにきつく両手でマリナの手を握った。痛い。マリナに言われて大沢は手の力を緩めた。ああ、すまない。それでも握った手は離さなかった。なんだろう、不思議な感じ。マリアは天井を眺めながらつぶやいた。何が？お父さんに手を握られているのが。お前が小さい頃はよくこうして手をつないで歩いた。でも覚えてないだろう。確かに父と手をつないで歩いた記憶はほとんどなかった。それでも不思議と、これなんて読むんだろうね、小、手、手のひらは父の感触を覚えていた。マリアは大沢の手を軽く握り返した。だけど本当に久しぶり、お父さんの目を見て、お父さんの目を見て話すなんて。それは私がお前の目を見て話すことをしなかったからだ。大沢は深々と頭を下げた。すまなかった。私が悪かった。お前を傷つけたままで。ちょっと待って、話が見えないんだけど。マリアは面食らった。傷つけたって何が？あの、雨の日のことだよ。大沢はマリアが家出した日のことを話した。居場所が分かっていたのに迎えに行かなかったこと、帰ってきたマリアを感情的になって叩いてしまったこと、すべてを話して再び頭を下げた。本当にすまなかった。私はダメな父親だった。最後まで話を聞くとマリアはいたずらっぽく笑った。そういえば、そんなことあったね。あっさりと返されて、大沢は拍子抜けした。すっかり忘れてた。今聞いて、やっと思い出した。そりゃないだろう。私はあの一件でお前を傷つけてしまったと。大沢はがっかりした口調で言う。そんな子供の頃のことをいちいち引きずってなんていられないよ。19年も生きていれば他にいろいろと傷つくこともあったし、親の知らないところで世界は広がっていく。子供が成長するとはそういうことだ。嬉しくて少し寂しい。大沢は親としての実感をかみしめた。どうか、他にもいろいろと辛いことがあったのか。それ以上に楽しかったことや嬉しかったことがあったけどね。そうか。いろんなことが積み重なって今の私があるわけだし。だからそんな昔のことは気にしないでよ。そうか。お父さん、そうかばっかり。すまない。すまないとそうかしか言ってないですね。なんかうまく言えなくて。大沢は涙ぐんでいるようだった。その涙の意味がマリアにはよく理解できなかったけれども、なんだかこそばよい気分になった。照れくさくて視線をそらすと、モニターの一つが目に入った。そこには研究所前の様子が映し出されていた。あの人たちは。マリアがモニターを指さすと、大沢も驚いた顔をした。モニターの中では三人が拳銃を向け合っている。その中の一人はマリアにも見覚えがあった。立野という杖の男だ。どうしてあの二人はお前の友達に拳銃を向けているんだ。大沢が動揺した口調で言う。友達？あ、やっぱり、違うんだ。私の？ほら、中東に行った時に知り合ったんだろ？名前は、カナン。
そう言うと大沢はモニターのカメラを別角度に切り替えた。画面にカナンの顔がアップになった。マリアは言葉を失った。そこに映っているのはカナンではなかった。あ、やっぱカナンじゃないんだ。ショック。瞳が誘拐されることを伝えに来たカナンの友人だった。瞳が誘拐されることを伝えに来たカナンの友人。3日前のことだ。大学からの帰宅途中のマリアの前にカナンの友人を名乗る少女が現れた。カナンから伝言を頼まれた。その場で少女はビデオレターを見せた。映像はかなり悪く、音声も不鮮明だった。お前の父親が開発した抗ウイルス剤があるテロリストに狙われている。話の内容は驚くべきものだった。すでにテロリストの計画は開始されていて、瞳が殺人ウイルスに感染させられたというのである。瞳はお前の父親の抗ウイルス剤で助かった。しかしそれが奴の狙いだった。詳しい説明は省くが、瞳の血液から抗ウイルス剤を取り出すことができる。研究所から抗ウイルス剤を奪取することは困難だから、瞳の体を器にして外に運び出したんだ。ここ数日中に間違いなく奴は瞳をさらうはずだ。お前に頼みがある。瞳の代わりに誘拐されてもらいたい。双子のお前たちなら入れ替わりも可能なはずだ。このビデオを持たせた者に小型の GPS を仕込んだネックレスを渡しておく。スイッチを入れておけば私に居場所が分かるようになっている。このネックレスを必ず身につけておいてくれ。そうしてくれればお前は私が必ず救い出す。力を貸してくれ。抗ウイルス剤と瞳を守るにはこの方法しかない。それがあのネックレスだったと。ビデオが終わると少女はマリアに GPS を仕込んだネックレスを手渡した。カナンは日本に来ているんですか。マリアは少女に聞いた。すでに来日している。今回の作戦に命を懸ける覚悟のようだ。命を懸けると聞いてマリアはハッとした。もしかして抗ウイルス剤を狙っているのはアルファルド。アルファルドを知っているのか。少女は驚いた顔をする。カナンはアルファルドを倒すことが生きる目的だと言っていました。だけど、アルファルドは CIA とのつながりがあってなかなか、尻尾がつかめないとか。そうか。では、この写真も渡しておこう。長女は一枚の写真を差し出した。おほほほ。この男は危険だから近づくな。アルファルドに近い人物だ。マリアは写真の顔をよく頭の中に刻み込んだ。これでカナンからのメッセージはすべて伝えた。どうするかは自分で決めてくれ。そうなんだ。ということでですね、ちょっと やめておきたいと思うんですけどね。この続くってどっから見れるんだろう。加納さんから進めていくと、こっから進めていくと続くが見れるのかな。ちょっと今回これで終わりにしようと思うんですけどね。
どうなんだろう、まあ、その辺もちょっと裏で調べておきたいかなと思うんですけど、あ、間違えた、はい、ということで、いよいよ大詰めと言いながらどんどん大詰めにはなってますけども、まだまだ終わらないですね、はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。